野口さん、僕んちのメロン枯れちゃいました。メロンが枯れちゃった、いつからですか？梅雨明けた直後ぐらいかな、枯れちゃったんです。あ、今回はこのメロンを枯らした犯人を推理して捕まえましょう。犯人を捕まえてください。どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回はベランダゴーヤ研究所の片岡さんの屋上菜園にお邪魔しております。片岡さんです。どうも、皆さんお世話になります。片岡です。片岡さん、メロンとかバジルとかをここで水耕栽培されているんですが、今年はちょっとトラブルが発生しているということなので、このメロンが枯れてしまった原因とか、あとはバジルでも問題が発生しているようなので、その犯人は一体何なのか、ここをね、特定したいと思います。水耕栽培とかメロン栽培に興味があるという人はぜひ最後までご覧ください。ソーシャルディスタンスを保って感染予防に気をつけながら撮影を行っていきます。早速犯人を推理しましょう。俺の屍を越えて行け。メロンですね。メロンですね。コロタンっていうね、被害に遭ったのはコロタンさん。コロタンさんなんですね。5月のゴールデンウィークぐらいに植えたばっかりの、もう実とかもね結構なってたんですよ。何が起こったのか説明していただいていいでしょうか。はい、犯行推定時刻はですね、梅雨明けなんですよね。梅雨の時までは両方とも緑で茂ってたんですけど、梅雨明けた直後にですね、こいつがまず枯れを始めまして、でそろそろわっしゃーいってね、はい、収穫祭だーって。結構でかいですよね。コロタンってもともとちっちゃめのメロンですよね。だからもう収穫間際。はい、収穫間際でしたね。はい、あとまあ、あと、もう収穫しちゃったやつが4個ぐらいあるんですけど。葉っぱがもう完全に枯れちゃってる感じ。はい、もうこう、はい、押さえたらパサパサって。ああ。これじゃあもともとはもっと葉っぱ緑だったんですよ。もっと緑でした。じゃあちょっと今、元気だった頃の写真を表示しておりますが、はい、こんな感じに元気だったのに、今はもうこう枯れてしまった。そうなんですよ。枯れが始まってから何日ぐらいでこうなったんですか？ 3、4日ぐらいでもう。あ、3、4日でここまで一気にこうなっちゃったんですね。一気にこうなっちゃいましたね。これって今のところ犯人は誰だと推理されてるんですか？犯人は私かもしれない、はい、ちょっとね、最初身をね、捨てすぎて、はい、で、プラス、ここの中の装置のあれをサボっちゃったかなっていうところです。これ水耕栽培なんですね。はい、水耕栽培ですね。今根っこ切れてますけど、もともとは多分繋がってました。こんだけ太くて立派な根っこが大量に、ここが切れてしまった部分ですね。そうですね。これは今朝、あ、今朝ばっかりです。ちょっとこの仕組みなんですが、はい、これはどんな感じになってるんですか？12ボルトのね、ポンプがここに入ってるんですけども、はい、まあ、これが吸い上げて、で、ここ根の付近に、はい、水が流れて、去年はね、パーってこう、なんかシャワーみたいになってたと。しぶきを、このぐるっと取り囲んで、パーって当てるって、ね。そうですね。はい。あと、ポンプも2台体制で、こっちとこっち両方吸って、やるみたいなことやったんですけど、今年は遠隔、リモート栽培をしようとしてたので、故障が起きにくいように、シンプルに、単純な機構でやってみようと。まあ、収納コンテナみたいな。はい、箱に穴を開けて苗を植え付けて、あとここファンが回ってるって、ね。そうですね。はい。そうですね。これは冷やすためのファンですね。うん。これが水位を自動的に。水が減ったら。減ったらタイマーでね、今回ポンプで、はい。あ、タイマープラス水位を組み合わせてるってことですか？例えば夜の10時になったら、あそこのポンプが発動して、はい、もしここが水位が低くなったら、バーって出る。去年は水道に直結してたので、低くなった瞬間に出るようにしたんですけど、まあ、今回、液肥を注入するようにしようと思ったので、木ちょっとやっぱ自分で汲んで入れてるとめんどくさいので、液肥が直に入るように、猫よけなんですよね。猫よけを使うことによって、こう根の広がりを助けるっていう。要はこれ何もしないと浮いているので、はい、通常だとないと下にバーって伸びちゃうというか、表面に行ってくれるので、この工夫はじゃあいい感じだったんですね。そうですね。根っこの色を見る限り、はい、白くて綺麗なのかなというふうに思ったんですが、そうですね、発色してる感じではないですね。ただなんか結構濁っているというか、根っこの方がもう死んでて、細かい根っこが。あとは、ここがもうなんか完全に腐り落ちてる。では死んでたんですかね、多分。
もう大体1週間ぐらい経ってます。枯れてから1週間、はい。確かにこれどっちが先なのか気になりますね。そうですね。枯れたからここが腐ったのか、それともここが腐ったから枯れたのか。うん。はい、じゃあこの装置からこんな風に茎が出てます。はい。ここ二股に分けてあるんですね。この茎も、まあもうだいぶ、なんだろう、木質化しているというか。そうです。葉が枯れ始めた時はこの茎は特にそんなに異常なかった、ね、ないように見えたんですけど、やっぱ最初の症状は葉っぱ、はい、葉っぱこんな感じですね、はい。まあ、ここまでいくともうなかなか分かりづらいですが、うん、パリッパリという熟熟感はなかったですね。なかったんですね。でなんか茎にヤニが出るとか、ここまではなかったっすかね。まあ一応こうね、ペットと接触して傷ができて、みたいなのはありましたけど、まあでもそんなすぐ変わってし、それからなんかバーってこう、全体に広がるみたいなことはなかったですね。こういう部分が若干枯れたりとか、変色もあるけど、すごいヤニが出るとか、ではなさそうな。そうですね。綺麗な茎の部分ももう枯れてしまっているという。はい、あとは耳もあざが現れるとかもないですね。はい、これ収穫したやつですけどね。はい、なんかとりわけなんか汚いところがある。はい。変なあざとかも出てないですよね。ないですね。葉っぱだけ突然全部枯れたっていう。俺の屍を越えて行け。お隣のこちらの株も実は枯れているので、はいはい。そうなんですよ。ちょっとこっちもどんな事件なのか。はい、教えていただいていいでしょうか。はい。こちらもですね、時期発生時刻は梅雨明けなんですけど、右株が枯れ始めた時は実はこれ元気でした。ちょっとじゃあ今写真をお見せすると、この右側の株が枯れている時、左側の株だけまだ全然枯れてないという状態でした。そうですね。はい。にもかかわらず、こちらは一体何が起きたんでしょうか。これはですね、曜日ぐらいですね、急速に枯れて、しおれてしまったという。犯人私なんですけど。あれこれはもう、自供するんですか。すいませんでした。私がやりました。何をやらかしたんですか。実はこれ、水がなくなったんですよね。あ、ここの栽培容器の。はい。はい、なぜかというと、ここの水を供給する装置が、私の整備不良で壊れてまして、どんどんメロンは蒸散して水を吸うんだけど、水が供給されてないので、水はすっからかんなんで。で、気づいて木曜日に行って、水を慌てて足したんですけど、もう根がパッサパサになってて、はい、根が死んでて。なるほど。じゃあ今ここに水入ってますけど、はい、空っぽでカラカラだったんですね。はい。これはちょっと鎮魂のための水。鎮魂ちょっと罪滅ぼしでとりあえず入れてるっていう感じになっちゃってますけど、こんなに一気になくなるんだっていうか、こいつにもある程度水がね、封鎖されてるので、ね、はい、そんな一気になくならないでしょう。僕はこのポンプに全部の信頼を置いていたので、こいつは悪くなくてね、この元のところが。ちょっとじゃあ、そこを見せてください。はい、奥にあるメロンの装置のホースがここに繋がってるんですね。はい、そうですね。はい。これは今ちょっとなんとか生き残ってる組織を復活できないかっていうところでちょっと、とりあえず入れてるものです。はい。なぜ給水ができてなかったかっていうところなんですけど、これですね、ここの水中ポンプをタイマーで起動させて、で、ここが水が出て、で、あそこの、はい、自動給水バルブの方に出る仕組みを作ってたんですけど、ここと緑のやつ、このあれが外れてまして。ホースが抜けちゃったっていう、はい。抜けちゃってて、いくらポンプが動いても水が動かないっていう。これね、ホースバンドつけてますけど、つけてなかったんですよね。なるほど、はい、これがなかったんですね。そうです。まあ、それでも結構きつくね、入ってたんで大丈夫っしょ、みたいな。まあ、ホースバンドもね、そんな数持ってなかったので、タイミングの悪いことに。冬明けに、これが。外れてしまって、水中ポンプが作動してもずっとこの中で水だけ回ってたっていう。左側の方は完全に自分の基本的なところをやってなかったことによる。ヒューマンエラー。ヒューマンエラーですね。手前側の方に関しては、ちゃんと水が供給されてたから、それヒューマンエラーではないっていう、ね。そうですね。水が、なくなってたわけではないので。じゃあ、こちらの株に関してはもう、ヒューマンエラーが原因である。こっちが、ちょっとまだ原因がわからないという感じ。俺の屍を越えて行け。ちょっとバジルも見てみましょう。あ、見てみました。はい。このバジルは今どうやって育ててるんですか。はい、去年はまあまたバジル専用のエキストを作ったんですけど、はい、した方が管理も楽だし、熱対策もしやすいということで、まあ、メロンのね、液タンクから供給されるようにしてました。あ、この奥で、水を送って、はい、こっちで帰ってきてっていうことなんですか。ポンプが2つあって、はい、こっちの手前側のポンプはこのメロンで、奥のポンプが
このパイプ水溝に流れる。はい。ちょっと開けてみると、はい、こんな感じで。あ、水は、はい。常にここに流れてるんですね。そうです、そうです。で、これが、行って、下の段に行って、流れて、これがまたここに戻るっていう。そうですね。ここね、3日水がなくなってたんで、はい、カラカラになってたんですけど、まあ、幸いこのパイプには水が残ってたので、はい、バジルが枯れちゃうってことはなかったですね。なかったですね、まあ、メロンほど蒸散も早くないので、じゃあバジルは特に問題なく元気に。ただまあちょっと時折かじられるんですよね。フンとかもねついてたりするんですけど。フン、はい、これ完全になんかいますね。このフンとかが想起するのにね、なんか今ゴトウムシかなとかって、はい、もう探してもいないんですよ。でも、なんか葉っぱに。ちょいちょいこうヒットアンドアウェイで。大きめな穴が。そうなんです。開いてますよね。犯人何だと思いますかね。いろいろ考えられるかなと思っていて。例えばナメクジとか。ナメクジ。で、ただナメクジが張った後もあんまり見当たらないですよね。そうですね。まあ、ここあんまりジメジメしないんで。ナメクジ来たら瞬間に露発する。確かに熱い。あとは二重ヤホシテントウっていう、テントウムシっぽい虫の可能性もありますね。はいはいはい、あとは、カナブン。カナブン、はい。コガネムシ。カナブンはいましたか？カナブンは、たまに飛んでるの見たことありますね。カナブンの可能性がありますね。別名コガネムシですからね。気運が悪くなりそうなので、そんなに劇的にね、減ってるわけではないので、まあ、御社かけようと思います。俺の屍を越えて行け。はい、じゃあ、今ですね、こちらのメロンとか、バジルとかを見させていただきまして、まあ、特に今回このメロンの表情が謎ということなので、ちょっとここから推理タイムに入りたいと思います。ね、今回いろいろ見た中で、まあ、やっぱこれ病気だろうなと思うんですよ。まあ、害虫とか、なんか他の問題じゃなくて、病気といってもいっぱいあるので、でこのメロンの病気で、ちょっと可能性があるものをバーッと今言いますと、ベト病、ツルワレ病、金閣病、疫病、鶴枯れ病、反転細菌病、根腐れ病、うどんこ病、軟腐病、ウイルス病という感じです。メロンってそんなにいろんな病気になる可能性があるんですか？やっぱメロンとか、まあ、キュウリとかウリ科の野菜って結構病気にかかりやすいので、ただ今挙げた病気の中でも、まあ、ちょっと症状が違うなみたいなのもあって、可能性が高そうなものを3つに絞りました。はい、まず一つ目、メロンホモプシス根腐れ病、通称バッタン病と呼ばれているもの。はいはいはい、でもう一つが、ツルガレ病。ツルガレ病、はい。はい、でもう一個が、根腐れ病。この三つのどれかなんじゃないかなと思う。三つで、それぞれちょっと見分けるポイントがあるので、はい、簡単にご説明すると、メロンホモプシス根腐れ病、バッタン病は、根っこが葉っぱ腐敗する。変な色になって腐る。はいはい、根っこで、こうよく症状が現れる。あ、で、午前中はしおれてて、夕方になったら回復するとか。あ、そうなんですね。はい、まあ、その症状でいくと、うちの場合は根はそんな褐色してるわけではなかった。まあ夕方になっても別に回復するような感じではなかったので、僕もその病気かなと、ちょっとほっとしたらちょっと違うのかもしれないですね。ちょっとこれは似てる部分もあるけど、違う部分もあるという感じ。で、次、ツルガレ病なんですが、ツルガレ病は、どちらかというと根っこよりはこう葉っぱとか、ツルの方に症状が多く出て、黄色とか褐色のヤニが出る、はいはいはい、茎から、その病斑に小さな黒い点々が現れる。で、あと、その実の部分にも病斑が現れる。ぐじゅぐじゅしてる感じは特になかったし、黒い斑点もなく、まあ実自体もね、汚いところがあるっていうわけでもない。なんですよね。なんでちょっとツルガレ病も、まあ、似てる部分もあるけど違う部分もあるのかなという。であとは、まあ、根腐れ病っていうのはいろいろな菌によってこうなんとか根腐れ病、なんとか根腐れ病っていうのがいろいろあります。で、今見た中だと根っこと茎の間のその部分が腐り落ちているので、そこがなんかトラブルの原因かもしれないですね。葉っぱが枯れるっていうのも、葉っぱが侵されて枯れるっていうパターンと、葉っぱに水が根っこから送られなくて枯れるっていうパターンがあるかなと思ってまし
全部の葉っぱが一気になくなっちゃったって根からの吸水が滞ったためにまあそういう感じになるのかなと。その可能性が高いと思っていて、葉っぱだとこうちょっとずつ、そうですよね、葉っぱから葉っぱからこう移っていくっていうのが多くて、はい、今回一度に全部がなので、この根元の軸の部分がダメージを受けたことで一気になってしまったとか、思い当たる節はあるんですよ。次の時期にこの中がちょっとすごく匂う時期があって、なんか臭かったんで、慌ててこう液肥を出そうと思ってこうやってバーってやったことがあるんですよ。そっちはその時に乾水っぽいにちょっとダメージが出てくるんで、端になんか腐り始めたとかっていうのはあるかもしれない。それの話を聞くと、やっぱその時にもしかしたらそこに傷口ができて、そこに高温多湿で菌が一気に増殖をしたっていう可能性は考えられます。なるほど。よくメロンで病気になるのって、葉かきをするとか芽かきをしたその傷口から病気の菌が入るっていうのがすごく多い。晴れた日にやってできるだけ乾かすとか、もしくはそこにだけペースト状の農薬を塗るとか、はいはい、やっぱ傷口ってすごい病気の原因になりやすいので、もしそこでそういう傷口があったとしたらそれが原因かもしれない。凡事徹底ですね。そうですね、はい、ちょっと面倒くさがらずにちょっと OK 使って取るとか、なんかそういうことしていればそういうこともなかったかもしれないっていう。この形状を変えるっていうのは大事かもしれないですね。このポットの位置はやっぱりもう動かさないようにして、はい、その蓋だけ外れるような仕組みとか、縁、はい、かもしくは反対側の茎の方か、どっちかには無理な負担がかかっちゃうので、で、ただ、絶対この病気ですっていうふうには、今の段階だとわからないなと思いました。なので、この動画を見ている方で、非常にメロン栽培詳しくて、いやもうこの症状は多分これだっていうふうに知っている方いたら、ぜひコメント欄に書いて教えてください。助けてください。僕もそれを参考にします。はい、というわけで今回は片岡さんの屋上菜園にお邪魔しまして、水耕栽培をいろいろと見せていただいて、枯れてしまったメロンの原因を推理するとということをご紹介しました。それから片岡さんのチャンネルの方でもいろんなことをされているので、ちょっとご紹介をお願いします。はい、私はですね、2018年からちょっと屋上に進出して、まあ、水耕栽培をちょっとやってるんですけども、まあ、結構ね、東京都心部とかもそうなんですけど、まあ、屋上って結構あまり使われていないなっていうふうに思っていて、屋上ちょっと農園できないかなっていう観点でいろんな、まあ、こういう水耕栽培装置を作って、今年は自動化に取り組んでいました。都心部で、いっぱい水耕栽培でなんかやりたいなって思う方は、ぜひ僕のチャンネルを覚えていただければお役に立てるかなと思います。実は私ここに来るの3年目で、あ、そうですね、2019年、2020年も設備と栽培を見させていただいて、過去の動画もちょっとぜひ見ていただきたいですね。昨年はマスクメロンが、ね、そうですね、ここに大量にぶら下がっておりまして、はい、去年が絶好調でした。その前の年はゴーヤ、白ゴーヤとバジル、はい、シソ、あ、シソ、どん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 バージョンアップして、そうですね、はい、いるので、ぜひね、そちら過去の動画も見てください。過去の栄光をぜひご覧くださいそれから今回は私のチャンネルの方に片岡さんに出演していただいて、病気を主に今回取り上げたんですが、片岡さんのチャンネルの方にも私が出演をしておりまして、そうですね、設備とか、はい、自動化とかそういうのをちょっといろんな現場を見ていただいている宮崎さん視点でちょっと見てもらおうかなと思っています。はい、ちょっとなので今回の動画の中であんまり説明しなかった部分をね、より詳しく片岡さんのチャンネルの方で紹介しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。俺の屍を越えて行け。はい、では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。片岡さんも試してください。あ、高評価いいですか。はい、はい、じゃあいきますよ。俺の屍を越えて行け。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で見ましょう。ではまた。